8月5日、今日は今日からお江戸でのパワースポットツアーが始まるんですけど、ですね、今まあまだちょっと朝早いんですけど、まあ、パワースポットツアーは今日ちょっと午後からスタートなんですが、ちょっと早めに出て私ちょっと行こうかなと思っているところがあります。で、今日はちょっと木の話、力の木の話をしたいと思うんですけど、私最近はお江戸に来てもまあ点々とね、いろんなところに泊まり歩いてるんですよ。なぜかというと、今回は、ここ白金ですね、高輪白金というところにまあちょっと滞在してるんですけど、もっともっとちょっと東京のもともとの、古い歴史の地のね、流れを知りたいと思って、いろんなところにちょっと潜伏しております。そして大体まあそうですね、まあこんな感じだったんだろうな、昔の江戸はみたいな感覚で、もう自分の中でレポートも出来上がってきてるんですけど、地から受けるエネルギーっていうのはこう皆さんいろいろと影響されるんですね。で、こう暮らしてる場所もそうですし、例えば今回のようにこう上げてきたいっていう、時にもこれすごく使えるわけですよ。そういう風にして使うのが、まあ、パワースポットツアー、パワースポットなんですね。で、それを、まあ、ツアーにして皆さんと一緒に体感して体験して、で、それぞれに合った、祈願の仕方っていうのがありますので、まあそういう風にしてもらいながら、上げていっていただこうっていうような、まあ、企画なんですね。ですからちょっと一味違ったパワースポットツアーをやりたいと思っていて、で、まずなんで、江戸からかというと、今本当に、改善しないといけないのが流通で流れですね、物が右から左に動く、人が左から右に動くっていうこの流通ですね、そこをちょっと改善しないといろいろとまずいことがたくさん出てくるので、で、やっぱり一番経済にしても人にしても流れ動いているのがこの大江戸なので、まずそこから改善しようと、修正しようと思い、やっぱり大江戸から始めた次第です。で、まあこのまた夏の暑い時から始める、これもね、私らしいかなと思うんですけど、今のこのタイミングでやっちゃうのとダメなことがあるんですよね。だから、今から始めてみるんですけど、それとあとその東京23区だけじゃなくって、この周りも行きます、周りも行っちゃいますので、皆さんどんどんスポットでね、今回なんか7日はね、あそこですよ、埼玉行っちゃいますし、そうやってこう関東近郊ですね、そのあたりをちょっと攻めてみたいなと思います。で、それがまた落ち着いたら必ず、他の町にも行きますし、その時にはぜひぜひ ご参加いただいて、手軽にやって、手軽にやることによって皆さんのいろんなことがこう動いていくっていうね、そういうことをご伝授したいと思っております。ということで、そろそろ駅に着くので、締めに入りたいと思いますが、今日は注意していただくことは、まあ、地と自分たちはつながってるっていうことだし、まあ、そこに影響されてるっていうことをイメージしていただきたいし、まあ、そういうエネルギーを自分たちが受けて、今ここでいろんな活動をしてるっていう、まあ、そのことを再認識していただき、今日は意識していただきたい色は、シルバーでございます。最近シルバー多ございますが、これもね、まあ、地球の変換期なので、もうその色になってきます。で、あと数字は、今日は6です。6を意識してください。ということで、今から行ってまいります。で、皆さんをお迎えする前にちょっと私、気になるところがあるので数箇所行き、で、お昼から皆さんとランチを食べ、沖縄から、先生をお迎えして、その後スポットを巡っていきたいと思います。ということで、皆様今日も良き日となりますように。行きまーす。